石田光弘は日本の男性総合格闘家、茨城県つくば市出身、T ブラッド所属、元シュート太平洋ライト級王者、タックルとスタミナが長所、本人自ら絶対切れないと公言するほどの切れがある。永久電池、ダイナモ、タックラーの異名を持つ、霞ヶ浦高校時代はレスリング部に所属。3年時には、 全国高校選抜大会5 8 k g 級5位、全国高校グレコローマン選手権5 8 k g 級5位の成績を残した。2001年7月6日、プロシュートデビュー戦で、杉江アマゾン大輔と対戦し、0から3の判定負け、黒星デビューとなった。2006年2月17日、シュート間太平洋ウェルター級王座決定戦で、富樫健一郎と対戦し、 2から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。シュートで12戦9勝の実績を持って、プライド初参戦となった2006年4月2日のプライド武士道、その10体ではポール・ロドリゲスと対戦、フロントチョークで一本勝ちし、白星デビューを飾った。2006年6月4日、プライド武士道、その11ではプライドライト級王者、 ゴミ高乗りを破ったマーカス・アウレリオと対戦。パウンドの連打で圧倒し、3から0の判定勝ち。しかしゴミとのタイトルマッチまで浮上しかかった中で、行われた2006年8月26日のプライドシドー、その12体では、クリスチャーのマルセロニク戦を強いられ、3から0の判定勝利をつかんだものの、タイトルマッチ候補からは大きく遠ざかる結果となった。 2006年12月31日、プライド男祭り2006で、小見タカと対戦。石田の放った左ミドルキックに対するカウンターの、左ストレートを受けダウンしパウンドの追撃を受けこまけ。2007年1月、大晦日のこまけで、期限内に防衛戦を行うことが不可能になったため、州都間太平洋エルター級王座を返上した。2007年12月31日、 やれんのか。大晦日。2007でギルバート・メレンデスと対戦。高速タックルでのテイクダウンを連発し、3から0の判定勝ち。2008年3月15日、ドリーム1のライト級、グランプリ1回戦で、チョン・ブギョンと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年5月11日、ドリーム3のライト級、グランプリ2回戦で、 宇野かおと対戦し、チョークスリーパーで一本負け。2008年9月20日、初参戦となったストリックホースで、ジャスティン・ウィルコックスと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2009年3月8日、ドリーム7で中村大輔と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2009年5月10日、3年3ヶ月ぶりの参戦となったシュートで、 ヒロタ・水人と対戦し、パウンドで TKO 負けを喫した。この試合は、ドリーム VS 選局として注目された。2009年8月15日、ストリックフォースからの VS サイボーグの世界ライト級暫定タイトルマッチで、王者、ギルバート・メレンデスと再戦し、TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。1年8ヶ月ぶりの再戦であったが、リベンジを許した。 2010年7月10日、フェザー級転校初戦となった、ドリーム15で DJ 大輝と対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2010年9月25日、ドリーム16で西浦ウィッキー里藤市勢と対戦し、2から1の判定勝ちを収めた。2010年11月23日、シュートボクシング初参戦となった。 シュートボクシングワールドトーナメント S カップ2010の SBVS ドリーム対抗戦で鈴木博明と対戦し 2R 左ストレートで小負けを喫した2011年12月11日ディープ初参戦となったディープ56インパクトでジェドホと対戦し飛び膝蹴りでダウンを奪われパウンドで TKO 負けを喫した2012年7月6日自身のブログ上にて 格闘技選手としての活動の休止を発表した。ありがとうございます。